じいさんさ、どっちに押そうとしてる？そうとしてる。うん。その腕を伸ばすだろう。だけどその時腕はどっちの方向に伸ばそうとしてる？こっちの腕と。うん。あ、両方じゃない。こっちかな。そうっす。あのね、俺はこっちだと思う。こっち。うん、そう。こっちはね、まあ、ちょっと俺にやってみる、うん、こう取って相手の足こうだろう、はい、こっちに持ってって自分の右足より外ぐらいだから、うん、そう多分こっち、うん、そう俺はそうしてるつもりだけど、でこの手をできれば下の方、うん、これそれならどう、痛い、先より痛くない、ああ、上じゃなくて下ね、あの上はまだ閉まんないんで、うん、でそうこの手 もうこっちにどんどん閉まろ、ちょっとやっちゃろっか、うん、だから結構ね90度よりもっといく感じにした方が俺は閉まると思う。そうでしょ。で、これはね、これが一番、こっちに行けば行くことマシなわけよ。この左足側に行けばマシなの。でも右足持ってくる。苦しいです。うん、俺はそうしてるよ。こっちに行くと閉まる。こっちに行くと閉まる。だから、俺はこうしてるつもり。方向も違いました。うん。あと、もう閉めるのはもう、全部こうほとんどの締めは痛い締めはここでもいいんだけど、ここ押した方が苦しいじゃん。ここ押しても別に苦しくないから、こっちの方がいい。あの逃げれかわせないんだよね、力。ここはこうかわせちゃう。こっちの手はこれですか。げんこつ、うん、だからあのげんこつは多分げんこつってここに入らないじゃん。だから、げんこつの人はこっちを使ってると思うんだよね。ああ、うん、こっちを使ってる。そう、こっち。だけど、それはこっち方面で。こっちに行けば行くほど右手が入って、こっちに行けば行くほど左手で締めることになるやろ。あ、だけど、それは結構、そう、袖が長くて指が丈夫な人ってこっちの方がもう何も考えなくていいと思うんだよね。だけどちょっと十字時その袖もあれだからね。あとはあの後ろからのはこれを入れる必要はないと思う。前の時はこうするでしょ。後ろからの時ってあんま関係ないみたいな。あんま痛ければ向くというか、向いて入れていく。ここが長い方が入りやすいんで。わざわざこう出して。それしない。しなくても縛る。うん。あんまり。そう。後ろの時はこれでいいと俺思う。これ入れますか。そしたらあんま痛くないじゃん。前の時はこうしないと島があるんだけど、後ろの時は何なんだろうね。力が入れやすいのかね。分かんないけど、これは島だと思う。あんまり出しすぎると止められるんで、やっぱり僕はちっちゃい方が入れる気はするけど、まあ